眠れないのか。ふん、お前の方こそまさかベッドが硬くて眠れないと言うんじゃないだろうな。それこそまさか。寮はもちろん、実家でだってこんな豪華なベッドで寝てないさ。シュバルツァー男爵家だったか。どうやらあまり貴族らしからぬ生活を送っていたみたいだな。ああ、父の流儀でね、領主は民に寄り添うべし、いつもそんな風に言っていたよ。そうか、いいご両親に育てられたみたいだな。ああ、とても感謝している。聞かないのか、俺と父のあの寒々しいやりとりについて。踏み込んでいいかちょっと分からなくてさ。見たところお兄さんとは仲が良さそうだったけど、お父さんとはその昔からああなのか。ああ、昔からだ。平民の娘に産ませた子などさして興味がないんだろう。え、俺と兄の母親は違う。兄の母は貴族出身の正妻で未だ存命している。俺の母は平民の出で8年前に亡くなっている。つまり俺は承服の息子というわけだ。そうだったのか。ひょっとしてレストランのオーナーシェフの人は母方の叔父にあたる。その縁からか昔からよくしてくれていたな。まあ公爵家の権力に配慮して親しくしているだけかもしれんが。そんなわけないだろ。あんまり自分のことを貶めるようなことを言うなよ。そうだな。そのいろいろあるとは思うけど、お兄さんと仲がいいのは本当なんだろ。まあ悪くはないな。8年前に引き取られて以来ずっと良くしてもらっている。剣も作法も兄から教えてもらったものだ。だと思ったよ。どういうことだ。勇士の剣ってなんというかまっすぐな感じがするからな。よっぽど信頼できる人間から教わったんじゃなければあんな風には身につかない。昼間会った時になんとなくこの人が教えたのかと思ってさ。あれ、どうした？なんでもない。つくづくお前が貴族らしくないと改めて思っただけだ。自覚してるよ。昼間の傷はいいのか。ああ、言っただろ、もう痛みも感じない上に傷も完全に塞がってる。委員長のおばあちゃんにお礼を言わなくっちゃな。そうか。どうもお前は危ういところがあるようだな。え？入学式の日、アリサをかばった時もそうだったが、あの時お前は何の躊躇もなく彼女をかばうために行動したな。ああ。ああいう時、普通の人間ならば反射的に自分の身を守るはずだ。なのにお前はそうせずに他人の身を守ることを優先した。そう、今日俺たちをとっさにかばった時と同じように、本来ならば褒められて叱るべき行動かもしれんが、俺にはどうもそれがいびつに見えてならない。参ったな。まさかそんな風に見抜かれるとは思わなかった。お前が俺を見透かすようなことを言うからだ。だがお前のその在り方、ある意味傲慢であるのはお前自身も分かっているんだろう。ああ、さすがにね。自分の身も顧みずに、何が人助けじゃ、未熟者が。そんな風に老子にも叱られたよ。そうか。未熟者同士なのはお互い様というわけか。ああ、もう今日は寝よう。寝不足で力を出せなかったら他のみんなに悪いからな。
女子二人はともかく、もう一人はどうでもいいが、実力を示せないのは不本意だ。とっとと寝るとしよう。そうだな。おやすみ、ユシス。ああ、いい夢を。この調子で頑張りなさい。